はい、それでは今月のレコード販売会を始めていきたいと思います。コロノリサイクルショップ店長小島翔大です。この動画では店内のレコードの紹介をしていくんですけれども、何か動画を見て欲しいものがあった場合は購入していただくこと可能ですので、この辺にあるですね、公式 LINE からこのレコードが欲しかったですということでお問い合わせいただければ発送も含めて対応させていただきたいと思います。もう少し買い物の仕方詳しく説明をすると、これから紹介するレコード全部で30枚あるんですが、全て税込みになっております。発送に関しては北海道から行いますので、札幌の店舗まで取りに来れる方は直接来ていただく形で大丈夫です。それ以外の方に関してレコード1枚で510円、2枚で710円、郵便局の定期外郵便にて発送させていただいております。3枚以上の場合は、地域によって送料が変わってきます。まあ、だいたい1000円から2000円ぐらいの間で収まる金額になるかと思われます。支払いに関しては、口座の振り込みかもしくはクレジットカードでのお支払いになりますので、そちらも、LINE から、お問い合わせいただいた際に確認させていただきます。ひとまず、まあ、ご質問とかも含めてまずは LINE から、お気軽にご連絡をください。と1万円以上の購入で、送料は無料とさせていただきます。 LINE のクーポンなどお持ちの方いらっしゃったらその使っていただくこと可能になります。それでは早速やっていきたいと思います。今回は全て洋楽になります。では一つずつやっていきましょう。ザ・シーズのウェブ・オブ・サウンドです。60年代アメリカのガレージロック、こちらは2001年の、EU 版再発になります。まあちょっと黒いので少しこう痛みが、ジャケットの痛みもありますが、おおむね綺麗ですね。版は軽い、ちょっと軽いスレぐらいはありますが、再生は問題ありませんでした。3500円になります。一応こういった皆さんが手元で、状態確認できるような、形ではありませんので、あまりひどいものは出さないようにしております。ある程度の品質保たれた、もののみ、出品させていただいておりますので、版に関しては、傷汚れなし、もしくは軽いスレありぐらいのものまでしか出さないようにしております。その他ジャケットの汚れなどある場合は個別に紹介させていただきます。からユーラヤヒープの胎児カップですね。国内版の初版ですね。版は綺麗なんですが、ジャケットがちょっと痛みというか細かい汚れなどあるのでご注意ください。こちら2000円になります。それから、ブロンディの恋の平行線パラレルラインズです。日本版国内の初版になります。これもまあ特に、申し分ないコンディションかなと思います。1500円です。それから、エコバニの、クロコダイルですね。こちらは US オリジナル版ですね。まあ、特に問題のないぐらいのコンディションかなと思います。2500円です。ユーラヤヒップもう1枚ありました。リターントゥファンタジー、これも国内版の、国内初版です。まあ、特にここまで気にならない程度のコンディションですね。2500円になります。ここからクイーンがちょっと続くんですけれども、まずはファースト戦慄の王女、これも国内版です。75年の再発版になります。特に問題ないコンディションです。2000円になります。それから、シアハートアタック、同じく、まあ、クイーンの3枚目ですね。75年の再発、1500円になります。それから、オペラ座の夜、同じくクイーンですね。国内の初版になります。まあ版も綺麗ですが、特に注目すべきはこのジャケットの綺麗さ。この白いジャケット汚れやすいので、これぐらい綺麗なやつはあんまりないのかなと思います。こちら2000円になります。同じくクイーンの華麗なるレースです。これも国内初版ですね。1500円になります。それから、世界に捧ぐ、同じくクイーンですが、これも国内初版ですね。2000円になります。それから、ジャズ、これも国内版です。これも国内初版で、帯ついてますが、この辺がちょっと軽い汚れがありますね。あんまり YouTube で映したら怒られそうなポスターもついてます。こんな感じのやつですね。こちらはまあ完品の状態で、2500円になります。それから、クイーン最後ですね、フラッシュゴードンです。これも国内版、国内初版です。こちらは1000円になります。それから、ジェームスブラウンセックスマシーンですね。これも国内版の初版、ライブ版のまあ名作ですね。まあ、特に問題ないコンディションです。こちら4000円になります。それから、レッドとチリペッパーズの、バイザウェイですね。こちらは、2020年からドイツ版の、再発ですね。まあもう ほとんど新品と言っていいぐらいの、一応封は開いてますがほぼ新品レベルです。シュリンクも残ってます。4500円です。それから、デリンジャースイートイービル、これも国内版になります。まあ特にまあ問題ないレベルかなと思います。こちら1000円です。それから、タンジェリンドリームルビコンです。これも国内版、国内初版になります。まあそこまで気になる点はないかなと思います。こちらも2000円です。それから、トーキングヘッズフィアブミュージックです。これも国内初版、帯付きになっております。特に問題ないコンディションです。4000円になります。
それから、ヴァンヘイレン伝説の爆撃機、これも 国内版の帯付きです、まあ、特に問題ない方ですね。こちらも2000円になります。それから、キンクス歪んだ映像、歪んだ映像感、ちょっと読み方が自信がないんですが、これも国内版初版の、帯付きになります。2500円です。それから、アトール組曲ムーマー、これも日本版になります。国内の初版です、2000円になります。それから、ピンクフロイド、国内版74年の再発です。これもまあ問題ないコンディションですね、2500円になります。それから同じくピンクフロイドファイナルカット、これも国内版の初版ですね、帯はありませんが綺麗なコンディションです。2000円になります。それから、ファビュラスサンダーバーズのホットナンバー、これも国内版帯付きです。1200円になります。それから、ELO ですね、オリジナル ELO です。まあ、77年の再発になります。の耳の帯ですね、こちら2500円になります。それから、アウトオブザブルーですね、こちらは、77年国内版のセカンドプレスですね、ペーパークラフトもついてる完品になります。3000円です。それから、ディープパープルライブインコペンハーゲンですね、72年のライブですが、2枚組で、2014年のリリースですね、結構綺麗です。それから、ジャケットのなんかメンバーの名前がミスプリになって、この頃は、ヤンギランですがケビット・カバーデールになってたりみたいな、ちょっと変なミスプリ版です。5000円になります。それから、ゼムのアゲインですね、バン・モリソン在籍時のアルバムです。こちらは、2016年の再発 EU 版です。 180g の重量版ですね、3500円になります。それから、モンキーズの恋の終列車ですね、こちらも、73年再発、国内版でかぶせ帯付きです、1000円になります。それから、スパイダースフロムマーズの、アルバムですね、日本版85年の、これは再発版になります。というわけで、まあ、デビッドボーイのバックバンドのバンドですね。メンバーは結構変わってます。こちら3500円です。はい。それではちょっと駆け足ですが、店内在庫の紹介でした。この動画を見て、欲しいものがあった方は、ぜひお気軽に LINE からまずはお問い合わせをよろしくお願いします。では、今月の販売会は以上になります。ご視聴ありがとうございました。